撮影2006年撮影マーク、ノップラー OBE は、イギリス、スコットランドのグラスゴーに生まれた、ミュージシャン、ギタリスト、ソングライター、音楽プロデューサー。音楽的には、ボブ・ディラン、JJ ・ケール、ハンク・マービン等から強い影響を受けている。ポップカルチャー情報誌、ローリングストーンの2003年8月号の、カバーストーリー、ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて第27位となった。2011年の改訂版では第44位。父はユダヤ系ハンガリー人のエルビーン・クノップフラー。建築家であり、チェスプレイヤーとしても名を知られていた。サーネームと父も参照のこと。母はルイーザ・マリー。イギリス人である。1939年。 故郷、ミシュコルツで暮らしていたエルビーンの家族は、ナツスの弾圧から逃れるため、ハンガリーからオランダを経て、スコットランドのグラスゴーに移住した。第1子の長女ルースセルマ第2子で長男のマーク、フロイダー、そして第3子で次男のデビッドの3子弟は、共に、この大秘地で生まれている。マークが7歳か8歳の時、家族は、グラスゴーから、 イングランド北東部の都市入ッするアポンタインへと転居した。それからしばらく経って、マークはギターを独学で学び始めた。大学卒業後は、新聞記者や教師をしつつ、複数のバンドを掛け持ちして、パブに出入りするようになる。なお、生来左利きであるが、ギターを弾くときは、右手でつまびく。1970年代半ばにロックバンド、 ダイヤストレーツを結成。その後、リーダーとして、活動休止までバンドを牽引し、スターダムに押し上げる。ダイヤストレーツでの活動を通して、その独特のフィンガーピッキング奏法による、ギタープレイや、トータルな楽曲プロデュース能力が、他の多くのミュージシャンの目に留まることとなり、数多くのセッションに参加。ボブ・ディランを筆頭に、スティー・リーダン、エルトン・ジョン、スティング、 エリック・クラプトン、ブライアン・フェリー、ジュールズ・ホランドなど、数多くのミュージシャンと親交を深める。また、ほぼ同時期に、映画音楽にも参入し、ローカル・ヒーロー、CNL、プリンセス・ブライド、ワグ・ザ・ドッグなどを手掛ける。1988年からは、ダイアー・ストレーツとしての活動を一度停止し、1990年には、ノッティング・ヒル・ビリーズ名義のアルバム、 ミッシングや、ジェット・アトキンスと連名のアルバム、ネックネックを発表した。1995年、ノップラーたちは、ダイアーストレーツを解散させる。翌1996年、ノップラーは、サウンドトラックを除けば、初のソロアルバム、ゴールデン・ハートをリリースした。続く2枚目の、セーリング・トゥ・フィラデルフィアは、全世界で400万枚を超える、大ヒットとなる。 2004年秋には、アルバム、シャングリラを発売。2006年には、数年来レコーディングを続けてきたカントリー歌手、エミル・ハリスとのデュエットアルバム、オール・ザ・ロード・ラーニングの発売と、プロモーションツアーを完工した。その後も、キル・ツー、ゲット・クリムゾン、ゲット・ラッキー、プライベティアリングといった、ソロアルバムを全英アルバムチャートのトップ10に送り込み、2015年に、 発売された8作目のソロアルバム、トラッカーでは、ソロで、初、バンド時代も含めれば24年ぶりとなる、全英トップ3入りを果たしている。スタジオアルバムサウンドトラック、ノップラーというサーネームは、父方のもので、起源は12世紀バイエルン貴族のサーネームに、求められる。ボタンを意味する、ここをドイツ語をクノープから生じている。ただし、 現代のドイツ語圏ではすっかり廃れており、英語圏とその次にアルゼンチンに多く分布するサーネームとなっている。父はユダヤ系ハンガリー人で、その名をエルヴィン・ノップフラーと言った。人名の読みはハンガリー語準拠でエルヴィン・クノップフラー、英語準拠でエルヴィン・ノップフラーが慣習的表記と言える。1908年12月2日に、 ハンガリー北東部の都市、ミシュコルツで生まれ、イングランドの資料1ロンドンあるいは資料2ブリストルで1993年に亡くなっている。建築家でチェスプレイヤーとしても知られている。エルビーンの父は、ブダペスト生まれのユダヤ系ハンガリー人、ヨージェフクノップフラー。1874年生まれ。 米国マサチューセッツ州ニューベッドフォードで1952年に亡くなっている。ウエム・ノプフローライの骨格図、下エム・ノプフローライの全身骨格ディスプレイイギリスの学術雑誌、ネイチャーの2001年1月25日発売号に、親族新種の恐竜が記載された。その学名は、メージョッカサウルス・ノプフローライ、和名をマシアカサウルス・クノプフレリというが、 ノップフローライは、マーク・ノップラーの名にちなんで命名されたもので、ノップラー氏にちなんだ、ノップラー氏にゆかりあるなどといった意味を持つ混迷である。これは、化石発掘チームが、大好きなノップラーの音楽を聴きながら、作業をしていた時に限ってこの恐竜の化石がいくつも見つかり、他の音楽を聴きながら作業していた時には何も見つからなかったというエピソードに由来している。 思いがけず恐竜の名前に採用されることとなった、ノップラーは、ネイチャーの発売前日に、日刊タブロイド誌、ザ・サンの取材を受けており、ウィットに富んだ感想を述べている。それについては、該当項目で小説している。中国語圏の分類学では、悪やる恐竜、凶暴な恐竜などといった語彙を持つ名譲カサウルスを、悪竜と観約し、ノプフローライには、 ミスター・ノップラーの漢訳名である、ダクドル・ロクシの省略形、ダクシを当てている。このことから、メイジョッカサウルス・ノップフローライは、ダクシ悪流とつづる。他には、ダクドル・ロク悪流という異表記が多く見られる。ジオーブのアレックス・パターソンはこの話題を触れ、イラストも描いている。ありがとうございます。